いつでも探しているよ。どっかにいつでも探している。ロマサガファン、ロマンシングサガリユニバース2周年キャンペーン実施。以前ですね、この PV がこういったあの九十九里の近くのバーみたいなとこだったんで、その時のことをすごく思い出しました。はい。まだデビュー多分してなかった時にできた曲で、それでバラードとして非常にそのスタッフも一緒に温めてたと。映画のお仕事がちょうどそのデビュー1年目か2年目ぐらいに、月とキャベツっていうのにあった時に、そのこの曲の内容がですね、映画のシナリオと非常にリンクしてたっていうことで、それで満を持してその劇中歌で使おうという、そういった曲なんで、思い入れ自体は非常にもう長く歌ってますし、大ヒットしたとかっていうイメージではなくてですね、やっぱり有線とかでゆっくりとこうチャートをこう上がっていったっていう印象ですね。皆さんにだんだんこう認識されていった曲ですね。自宅のスタジオでレコーディングもやってるんですけど、空いた時間はその DIY とか、工具とかそういうので作ったりしてますね。ロマンシングサガの台本も本当にすごく分厚くて、だからもう吟遊詩人っていうそのテーマをいただいてたんで、だとしたらちょっと壮大な風景が見えるような曲がいいんだろうなっていう印象ですね。でちょうど書きかけの曲で、非常にその旋律がですね、吟遊詩人というかそういうのにマッチしてるメロディーがもうすでにあったので、それに詩を載せたんですけれども、もったいないお話でしたけども、なんかマッチしてたんであれば幸いです。はい、よーいスタート。アマゾンに行っちゃった大丈夫です、大丈夫です、続けていただいて、はい、はい、カット、はい、OK です、 OK です。年も年ですし、やっぱり気になってくるのが健康面だったりとか、今と変わらずですね、活動ができてたらいいなとは思いますね。新しいことにやっぱりチャレンジもしていきたいし、変な話ギターもやっぱりまだ伸びしろがあればいいなって思ってますし、歌自体も深めていければいいなと思ってます。オーガスタキャンプとかもオンラインでやらさせてもらいましたけども、これから今こういう状況で、こういう世の中で見せ方だったりとか聞かせ方というのがですね、すごい流動的にいろいろ変わってくると思うんですね。そういうのには自身でもうちょっとこう勉強してですね、対応していきたいとは思ってますけど。CM のカット終了となります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ゲームファンが本当に喜ぶと思います。